はい、木の店三目です、テーブルの足ですね、この上にですね天板を乗せてあのダイニングテーブルとして使ったりとか、まあ、寝かせてローテーブルにしたりとかっていうね、まあ、そういう風にね使える足も作ってるので、これからオイルで、塗装していくので、塗りながらいろいろ紹介していけたらいいかなと思います。じゃあお願いします。見ていただいて分かるようにこう使ってる材料がね、だいたい3種類か4種類くらいね、いろんな木を使ってね、この足をね作っていくんですけど、まあ、今回はね、これ今ね上の1本ここに出てるの板谷楓のね、木を使って、いつもはねこう赤とか黒とか濃いめの色を使うことが多いんだけど、今回ね白系の、楓をこのね1本の方に使ってみます。そしてこの下の方が、これは黒炭ですね。東南アジアのね黒炭を、使って、一番ね小さい、まあ、部材になるんですけど、一番目立つ、一番主張しているのがこのやっぱり黒炭かなと思いますね。このちょっと黄色っぽく映ってるのが木肌ですね。岩手県産の木肌を使ってます。そしてこの、材料の中で一番ね、太い材料の部分がこれが栗ですね。これも岩手県の栗を使って作ってます。今回はこの4種類でね、足を、作ってます。小さなね、まあ、部材の集まりなんですけど、やっぱこう一つ一つね塗っていくと、またね木の特徴が、例えばねこの木肌なんかはもう黄色っぽい感じのね、この名前の通りのこの黄色っぽいね感じがもうオイルを塗ってこううっすらね出てきたりとかしてますし、しっかりこうね主張しているというかね、存在感がねたっぷりある、作りに、ね、なってるかなと思います。ダイニングテーブルとかね、あの椅子を使ったテーブルに使う時がね、この状態でこの足をね立てた状態で、そしてこの今ね塗ってるところに天板を乗せて使う感じになりますね。でこういうふうに見るとこの黒炭の部分がね横になってて、そして、この栗がね2本後ろにこう控えて、前の1本がねこの楓になりますね。こういうふうな足の見え方になります。ダイニングテーブルでね、使う場合の足のこう見え方になります。この状態で今ね塗ってますけど、この1本足の状態でね、これが座卓になった場合のね足の見え方になります。ここの上に天板がこう乗っかって、そして、足がねこの部分になりますね。でこの今のこの井桁に組んでる部分に見えるところは天板の下にね、裏側に隠れる形なので、実際はまあ見えなくなりますね。ほとんどちょっとこの辺が見えるくらいで、でここの部分がね足として見えます。そうするとねまたダイニングテーブルの状態とこっちのねこのローテーブルにした時のこの足の見え方がね、雰囲気がまたガラッと変わるので、ダイニングテーブルとローテーブルにした時のねこう全体の足のね雰囲気が、こう印象が変わるっていうね、またそこも面白いところかなと思いますね。塗装の方が終わってですね、まあ実際にこの足は今ねちょっと高いところに乗せてますけど、まあ、こういう風な感じでこの足の上に今天板を乗せて、まあ、使うような感じになります。まあ、実際は、まあ、ここの部分にね、クッションをね、滑り止めのクッションをしながら反りとかガタつきをね、軽減する、ためと、あとは、まあ、滑り止めですね、まあ、そのための、クッションをね、まあ、この上のこの部分にね、まあ、乗せて、天板をその上にさらに乗せて、使うという感じになります。高さが65センチでね作ってますね。この両サイドの幅ですね、外まあここのところからここですね、ここまでが60センチ、そういうね、幅で作ってますし、ここの、まあここの部分からここの部分です、ここが35センチ、そういうサイズになってます。この状態で使うときには、高さが35センチになるように、作ってます。なのであとはこれに、プラス天板の高さが加わって、実際のね、座卓ローテーブルとしての高さが、まあ、決まるのかなっていうところですね。足の太さはこれ一番太いところはこれが55ミリの太さで作ってて、で
こっちの細いね、こっちの方は、45ミリですね。足の太さはね、そういう風な感じで作ってます。天板の大きさとすればですね、長さがね、だいたい150センチくらいからだいたい2メーターちょっとぐらいですかね。それぐらいの、まあ、長さで、まあ、幅の方は足の幅が60センチなので、まあ、それ以上のね、幅の、天板がまずね想定という感じですね。まあ、だいたい80センチとか、まあ、90センチとかね、はい、まあ、だいたい畳1枚分ぐらいの、大きさの、まあ、天板が標準的なのかなと思います。はい、だいたいその前後くらいかなといったところですね。そういった感じでですね、今回は、4種類のね、栗とキハダ、そして東南アジアの黒炭と、あとは、板やカエデですね、その4種類をね使って、テーブルの足をね、製作して、今オイル塗装まで、ね、してみました。はい、まあ、いい感じでね仕上がったと思います。ご視聴ありがとうございます。